実際にこの街を見ながら、街って何だろうっていうのを少し考えてみたいと思います。じゃあ皆さん窓の外をですねちょっとご覧ください。ここの高さがですね、だいたい地上250メートルぐらいの高さです。で、東京タワー第二展望台の方とほぼ同じぐらいの高さがこの高さです。で、実際にこうやって上から見ると普段見てる景色とは全然違う景色が、見えると思います。街ってね、道とか建物とか道路とかいろいろあります。で、そこに、みんなみたいに人が加わってすごくまあ便利にいろんなこともできるし、ただこういったものがあるだけだと街って機能しません。ここにみんなが行って勉強したりとかお父さんお母さんとか働いたりして初めて街っていうのが成り立ってきます。この人たちの、意見を全部、叶えてあげなきゃいけません。あと1個です。それで終わり。オッケー、よし、メインのスポーツでできた。ストリートにしてからアーケード。オッケー、じゃあこの建物。待って、なんかいいアイデア。屋上が晴れてない。で、見えたんで上がって渡れます。いいね。この建物なんていう。いいね。この辺にエレベーターつけられる。じゃあね、これから、自分たちの街を発表してもらいたいと思います。スポーツストリートにした理由は反応3人がスポーツが好きだったからです。街の目玉となる建物はどれですか？スポーツアーケード。はい、スポーツアーケードは建物の中のどれだっけ？特徴は何だろう？街の中で一番目立つサッカーができるところ、うん、じゃあこの街の名前は緑タウンです。で、町の目玉は真ん中にある広場と屋上広場のついた緑ビルです。で、ここは六本木ヒルズの中にお店が220店舗あります。220あります。デパートとかだとこう箱があったらいろんな売り場があってすごい買い物しやすいじゃない。だけど六本木ヒルズっていろんなところにお店が広がってます。みんなに街の中を歩いてもらいたいなっていうところで全部で建物が12個あるんですけれども、そこの下の部分を全部、商業施設にしているといったのが特徴です。